でもそういうのって使わない…使わないものなのかな <laughs> こんばんは保管保管とかしてみてください <laughs> 頭痛は大丈夫え治ったそう今日ね起きてね頭痛かったんですよそううわーってぐらい結構頭痛くてでも薬飲んで治りました <laughs> よかった こんばんばはたあ,ありがとうございますよかったなんか雨だったからさ低気圧なのか分かんないですけどそう頭痛くてそうなんですえみんな頭痛くなかったなんか最近頭痛いね <laughs> なんだかピカピカありがとう そうそうそう頭痛いよねみんなもねピカピカバナありがとうございます明日のおしゃべり会あよろしくお願いしますそう明日オンラインの方のおしゃべり会があるのでよろしくお願いします4部からです私4部から7部までよろしくお願いしますその前はマルドリアップさんにゲスト出演させていただくのでね見れるよって方はぜひご覧ください 久しぶりですねこんばんはぜひぜひぜひご覧ください見る好評だった好評好評 <laughs> ありがとうございますはい明日は盛りだくさんな一日でよろしくお願いします待って明日って雨ですかどうなんですか天気いいかな明日 まあ、まあどっちでもまあいいっちゃいいんですけど <laughs> 外とかじゃないからさ別にいいんだけども雨かまあ,あ雨だよねそうだよね <laughs> 口が回らん最近そう雨だね分かった雨です明日今日のリップの色もいいですあ今日ね新しいリップを使ってみたんだよこれ。 なんか買った最近さなんか適当すぎてリップ何してんのか自分でも分かんないぐらい適当だったんだけどなんか買おうと思ってそうなんか買ってみたちょっと試しにねちょっとして塗ってないんだけど塗ってみようなんか結構さ つくからちょっとしか塗ってないんだけど私はなんか可愛くないですか <laughs> 見せ方キモすぎ <laughs> え待って見えないえ待ってえ見えない <laughs> え商品名見えないんだけど <laughs> えなんかさっき私さ目悪いのかななんか光の加減えなんか見えないんですよね文字が目がおかしいのかもしれないんですけど見えないんですよ反射でなんだこれえー、なんだこれ <laughs> えいや多分ね私 部屋の明かりが変なんだよね、きっとなんか逆光なのか逆 <laughs> かないけどちょっと待ってちょっと待ってライト照らしたいぐらい、えー、ウォーターウォーターチュー違う,うウォーターデューティントチェリーチェリーショット知らないで買ったこれそう適当に買った 何だろうこれザなんちゃらなんちゃらみたいなじゃーんそうもう最近はもう直感で何でも買うんです <laughs> 直感直感もう適当適当 <laughs> もう適当ですよもうでも成功する成功した 可愛い,いしなんかウォーターティントだからなんかツヤツヤもちもねいいですからしかもなんか大きさもねちょうどいいしなんか四角な感じもなんかいいですよねこう,こういい感じみたいな <laughs> そうそうそういい感じなので大丈夫ですはい大事大事ありがとうございます いい感じいい感じ頑張っ頑張っ直感ですねそうですねもう最近はね何でも直感ですよねハートありがとうございます 可愛い,い。<laughs> よかったあ。見せ方が。<laughs> 明日、だから、これ使おうかなって。思ってますよ。一応。<laughs> 一応って何。<laughs> ね。使ってみますよ。えー、え、ひよこちゃん、ありがとうございます。 <laughs> 似合ってる <laughs> よかったなんかねいろいろな色あったんですでもこれなんかそうなんかオレンジっぽいのとかスピンクっぽいのとかなんかねいっぱいあっためっちゃ濃いやつとかでも結局私っていつもねこういう色を選ぶんですよねなんかさ結局 同じ色選ぶくないメイク道具ってあんまり私オレンジメイクしないからさオレンジあんま買わないんだけど大体んかチェリーチェリーチェリーなんちゃらとかレッドレッドベリーレッドベリーえとかなんかそういう系レッドベリーってあんのかわかんないけどあ,ありがとうございます。 チェリーレッドみたいなか買いがちありがとうございます出遅れた大丈夫大丈夫まだあのリップの話しかしてない <laughs> なんかそうリップの話しかしてないですけどまだ明るい赤うんなんかピンクも入りつつ赤 チェリーみたいな <laughs>。本当なんかね。さくらんぼ色ですよ、ね。ピカピカありがとうございます。大空に羽ばたけあ, <laughs> <だ> <laughs> ありがとうございます。なんだこれ。ありがとうございます。四月の生写真はピンクやね。あ。 そうやねーとか言って <laughs> そうそうそうあ、もう受付開始されたかなピンクピンク見た私のやつ可愛くないなんかねワンピースみたいなやつ白のブラウスに何かピンクのワンピースなんですけどとってもね衣装可愛くてそう女の子って感じのね衣装でした 可愛いのでぜひゲットしてください今回もあのね二種類あの大きさ違うやつ売っているのでよかったら好きな方ゲットしてみてくださいありがとうございますそう可愛いよねピンクって結局可愛いんですよ <laughs> なんかね結局ねピンクは可愛いんですよ 生写真でもなんかねこうピンクみたいなねコンセプトのやつとかは結局可愛いんですよハタあ,ありがとうございますゲットしてみてくださいお気に入りですピンクとサーヤは可愛い <laughs> 嬉うしいありがとうございますピンクとサーヤね ありがとう。大きいリボンも似合ってあ、そうなんかねリボンも大きくて女の子って感じの生写真です今回。そう普段ピンク着ないのんそんなこともないですけどね。まあでもああいう生写真みたいな衣装はあんまり着ないかなのでレアです。<laughs> ぜひぜひあ,ありがとうございます。 確かになんかリボンみたいなのがあんま着ないかもしれない今日ねピンク好きですよ結構ありがとうございますあとはあれですねあの毎月担当させていただいている LINEMUSIC さんのプレイリストもね 更新されましたのので今月の分もうねもうたくさん聞いてるよって方もいらっしゃると思うんですけどあの知らなかったよって方はぜひ今からチェックしてみてみください4月はこう、まあ、新生活を迎える方もいらっしゃると思うのでそういう方とか、まあ、う違くてもこう4月って、まあま、新しいことが始まったりするじゃないですか。 わかんないですけど <laughs> まあ、とりあえず元気が出る曲はねあの集めてみたので聞いてみてください聞いてますありがとうございます嬉しいぜひぜひ聞いてみてくださいあとあ TikTok も今日更新しましたよのでチェックよろしくお願いします あインスタも更新したあ今日めっちゃ更新してる <laughs> すごいちゃんといろいろしてる今日そうそうそう TikTok も更新してインスタも更新しましたあインスタねあのねあそこ行きましたあのえー、みゆちゃんとデートの投稿を見て行きたいと思ってたあの、バンダイにあるね韓国カフェみたいな。 ところにね行ってきたんですよそうめっちゃ可愛かったなんかねもともとあれカフェとかがなくて普通に韓国の食べ物とか飲み物とかお菓子とかが売ってる場所だったんですけどなんかね知らぬ間にカフェになったらしくて <laughs> あのミュウミュウの投稿を見て行ってきました <laughs> そうなので。 久々のね、映でしたよそう映え活ほんとに可愛か, <laughs> かわちかったんですよ私はオレオチョコミントとオレオクロッフルっていうものをね食べましたなんかストローもハート型のストローで可愛かったですそう可愛かった なんか久々にああいうなんかおしゃれさんみたいな <laughs> 投稿しました <laughs> そうあそうインスタに載せたねやつはね私のじゃないよ <laughs> 私のじゃないそうマナとカりリのやつ食べたやつ <laughs> 私、そうそうそうなんかあ私のやつはあれではあの手に持ってるやつ手に持ってるやつですあの写真であのチョコミントとあと俺をクロッフルっていうみゆみゆも食べてたやつですねあれを食べました <laughs> そう美味しかったよ。美味しかった マナちゃんとカエリちゃんと一緒だとどんな感じになるのえー、どんな感じえー、普通だけどなんだろうでもだいたいマナが一番喋ってる気がするどうなんだ私が一番喋んないかもね <laughs> なんか聞いてる <laughs> 聞いてますねおもろいですよ 本当に、でもね二人とも <laughs> そう,うるさいんですよ。ほんとにうるさくて <laughs> 心配になるぐらいうるさいんですけど面白いです。本当に面白い <laughs> <ねえ笑>そう しかもあのね桜も見に行ったんですよ安らぎ亭の近かったからさそう桜も見に行って、まあ、桜とは写真撮んなかったんですけどこう見て普通にお花お花見お花見軽くしましたお花見チラチラ見みたいな <laughs> お花見お花見 かうん、お花見しましまたお花チラ見みたいな感じ <laughs> しましたねマナ、ま、ちゃんもマナ、ま、ちゃん自分でも気づいたらずっと一人で喋ってるって言ってた <laughs> いやほんとそうよずっと喋ってるよほんとに面白いよねそうえ綺麗でした桜も。 でも今日雨降ったからさ桜ちっちゃうんですかねどうなんだろうでもそう見た時はねすごい満開でとっても綺麗でしたさえちゃんの方が綺麗だよ <laughs> ありがとうございます今インスタ見てますあ嬉しいありがとういっぱい見てくれおしゃべり会でも幸い聞き役になること多いえーおしゃべり会はでも結構私喋ってるかもしれない <laughs> えどうなんだろうでも人によるのかなこうなんかさあんまりこう緊張して喋れないよって方とかは結構私とか 私から喋ったりするんですけど、全然いっぱいさあ喋ってくれる方はこう聞いてるかな。そう全然なんかねどっちでも大丈夫です私。いつもありがとうございます。そうなの。おしゃべり会の際はめっちゃテンション高い。いやわかる。<laughs> 私多分おしゃべり会が一番 テンンション高いいんじゃない <laughs> マジでそう思うそう多分おしゃべり会り一番テンション高いうちそうなんですよねこう実際にさだってさお顔を見れて1対1で喋れるからテンション高くなりますよね <laughs> そう ショールームはさなんかもう画面に向かってさコメントはしてくれるけどさ顔はさ見えないじゃんだからさめっちゃテンションはーとかなんてたらヤ <laughs> ばいじゃん <laughs> そうだけどおしゃべり会はみんなとさ実際に直接こうお話できるからテンションは一番高いんじゃないかなって思いますねそうなので ぜひ遊びに来てください受付してるのでねぜひぜひ予定が合う日に遊びに来てみてください話しやすいえ嬉しいえそう言ってくれるのめっちゃ嬉しいななんか話しやすいって言ってくれるのすごい嬉しい嬉しいありがとうあそうあとねあのー この前のオンラインおしゃべり会の時私が金沢行った時のオンラインおしゃべり会がすごいさあの、ま、電波がちょっと悪かったじゃないですかなのでその時にうまく話せなかったよって方はあのね振り返りがねあのオンラインおしゃべり会ある日にその部の中であの振り返りがあるみたいなのであの見てみてください公式サイトかな。 にお知らせがあると思うので、そちらからちょっとチェックしてみてください。お願いいたします。あ、ありがとうございます。そう良かった本当にね、ちょっとね不具合が多かったからね、振り替えねあって良かったです。全員振り替えあそっかそっか良かった良かった。よかった 初サーヤちゃんリベンジでそうね初めましての方もねあの日いらっしゃったのでねよかったですよ本当に。お待ちしてますね振り返りの方も。 緊張する緊張ねそっかどうしたらしないんだろう <laughs> いやでも緊張は推しだったらすると思うんだよね私もするもんだって <laughs> そう可愛い子にさ会う時私が可愛いか分からないんですけど <laughs> 私の推しが可愛いからそう可愛い子に会う時でめっちゃ緊張するしなんか 写真撮るにしてもなんかそう緊張してうまく笑えなかったりしますからねその気持ち超わかるめっちゃわかるそうなのよ、まあ、でもさでも緊張もさなんか楽しくないですか <laughs> 楽しくない緊張もちょっと そのなんかドキドキも込みでなんか楽しめたらいいなって思いますそ <laughs> そそうそうそうなんで、ね、大丈夫ですよ顔写るまで緊張するけど写った瞬間テンションがい, <laughs> い,いいですねそれ <laughs>。 確かにあの待ってる時はねああみたいななんかドキ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 ってしてるけどずっとしかパーって <laughs> パーって <laughs> なるってことですよねそれいいことですよね <laughs> かわいいですね皆さん <laughs> いいねいいねよきよき 今日はメイク変えてますよねそうです今日はねあのお休みだったからもうあのこの新しいリップに、えー、えさっとこ,うこの辺にアイシャドウしてとりあえずアイライン引けば何とかなるか <laughs> っていうメイクです <laughs>。適当メイクっていう意外に <laughs>。適当メイクそうそう。 休みの日はなるべくメイクしない。<laughs> ピカピカありがとうございます。でもドスピンだとあれじゃないですか。さすがにこうお見せできないので <laughs>、お見せできないから <laughs>、そう対象させてくれっていう。 アイライランに引かせててくれって感じリップさせてくれってでも私的になんかこうメイクをちゃんとしない日だからこうちょっとだけみたいな日はリップとアイラインと、まあ、眉毛とこのここなんか涙袋をやっとけばメイクしてるふうになるんですよ <laughs>。 そう,そうなのなんかねやっぱ涙袋って大事ですそうここをねなんかアイシャドウ塗るだけでなんかメイクしてるふうになるそうなんですサイアメールで結び見たことないかあでもリハの時とかからなんかマスクして ルジとかかなスピンなのはうんスピンを丸○でこ「おりゃ!」って載せてたのは1年前ぐらいですかねわ <laughs> かんないけどでもさ最近はさもうなんかずっとマスクはするじゃないですかだからここ,こをさ隠してればなんか。 こうピースとかしておけばさなんか可愛く見えるみたいな, <laughs> なんかそういうのはねありますけどねメールメールにそうメールでねありますよすっぴんはそうメイク配信はねしたことはあったけど最近は全然してない ああでも確かになんかイベントの時とかはもう本当にすっぴんでやってたわ朝てか朝,朝はそうだねメイクしてなかったねもう起きるのが大事みたいな <laughs> 朝早かったからねさすがにできなかったすっぴんでしたね申し訳ないたまにマスカーあ,あ確かに ずっぴんの時は私マスクしてるわ配信でも <laughs> そうだねそうだねだから完全完全ノーメイクみたいなのはたまにしかない帽子かぶってたりとかでなんか知らしてるのか分かんない こんばんはでも最近ほんとマスクしてるとさ暑くてなんか酸素が入ってこない <laughs> 本当にそう酸素が入ってこないんですよ大変ですピカピカありがとうございますでもさもうマスク外せるようになったからさ良かったよねまだ ほんとんか酸素足りてない気がする最近 <laughs> なんでだなんか酸素足りなみたいな思うことが増えた「あ,ありがとうございます夏とかもっとやばいんじゃない?」って思っちゃう卵ありがとうございますピカピカありがとうございます <coughs> 買うしかない <laughs> 確かに <laughs> 酸素ボンベ担ぎながら歩こうかな荷物になりそうですけど重いのかなでもあれか酸素自体は別に重さないのか 入れ物入れ物が重いんかないや、うん、普通にさ酸素ボンさあのねえ担ぎながら歩いてたら目立つよね目立っちゃうよねだったらマスク外してた方がいいよね だったらね <laughs> どっちが目立つかって言われたら酸素ボンベ <laughs> た,ここたこ焼きじゃないたこ焼きじゃないえー、卵ありがとうございますやたこ焼きって言っちゃうよねあスプレータイプもあるあそうなんだなんか酸素酸素系のやつやったことないですね 皆さんもちゃんとあの呼吸はしましょうということで <laughs> 呼吸はしましょうたま卵ありがとうございます酸素もおかん1,000円くらいで売ってるのえそうなの意外と安かった安いのか分かんないなんかもっと高いと思ってたそうなんだ卵ありがとうございます こんばんはまあそんなわけでそんなわけでで、ね、まとめられるのか分かんないけどとりあえずえー、呼吸は大事ということが分かりました <laughs> のでこの辺でランキング読んでいきたいと思います。ちょっっととうまくまくめられなかった 13位、イーティーさんありがとうございます。12位、ホークさんありがとうございます。11位、松尾さんありがとうございます。10位、ヒンジさんありがとうございます。9位、アキラさんありがとうございます。8位、ミヤコブルーさんありがとうございます。7位、マサさんありがとうございます。6位、マキアットさんありがとうございます。5位、レイバの土方さんありがとうございます。4位、星野わアイさんありがとうございます。3位、コロコロさんありがとうございます。2位、カメセニさんありがとうございます。1位は、団長さんでした。ありがとうございました。 ちょっと今日は締め方が難しかったんですけどえっと明日はね朝からえっとマルドリアップさんの方にゲスト出演させていただくので見れるよって方は是非見てくださいよろしくお願いしますそして4部からはおしゃべり会もねあるので参加できる方は是非お待ちしてますぜひぜひ受付中なのでね 明日来れないよって方も予定合う日にぜひ遊びに来てくれたら嬉しいですよろしくお願いしますそして今日は TikTok も更新したしインスタも投稿したのでぜひチェックしてみてくださいではおやすみなさーいバイバイメールも待っててね